スラブ軌道略図スラブ軌道は、鉄道の線路あるいは軌道に使われる道床の一種、新幹線、高架線路などに多く採用されている。旧来のバラスト軌道では、路盤上に採石による道床を設け枕木、レールを付設する。これに対し、スラブ軌道は、コンクリート路盤上に、軌道スラブと呼ばれるコンクリート製の板を設置し、その上にレールを敷く構造である。 コンクリートによる軌道構造であることから軌道具類が発生しにくい省力化軌道の一つである。同様に省力化軌道である直結軌道ではコンクリートを場所打ちとしているがスラブ軌道では工場で製作されたプレキャストコンクリートによる軌道スラブを現場に搬入してコンクリートロバンの上に調整用のセメントとアスファルトの混合モルタル層を介して設置され、 コンクリートロバに設置された時コンクリートが軌道スラブの水平方向の力を負担する形で固定してレールは軌道パッドと上下左右に調整できる締結装置を介して軌道スラブ上に付設される構造である。そのため従来のバラスト軌道と同じく弾性を有しており軌道ぐるいの生成が可能となっている。樋口義よにより開発された軌道であり、また 国鉄の取得した特許の中で最も収益に貢献した例と言われている JR 在来線の防振スラブ軌道円中継の突起とコンクリートローバンの間に挿入された干渉ゴムが見える新幹線用も同構造ドイツ式スラブ軌道バラスト軌道は列車の重量振動などによる軌道の狂いが生じやすいため定期的な保守管理を必要とするが スラブ軌道は強固な軌道スラブを用いるため、軌道ぐるいが起こりにくく、保守管理の手間が軽減される。また、建設費が若干高価になるが構造重量も軽いため、高架橋に用いた場合の高架橋への負荷も低減できる。ただし、バラスト軌道と比べると、ロバントレールの間に減衰効果を生む隙間がなく、さらに表面で反射する音も加わるため、列車走行時は、 車両の内外ともに騒音や振動が大きくなる。その対策として、軌道スラブ仮面と混合モルタル層の間に、ゴム板を挿入した防振スラブ軌道が、市街地の地上区間で採用されているが、2000年代以降は、あまり採用されなくなってきている。同様に、スラブ軌道を採用している、京葉線や片町線、関西本線に今宮 JR 南波間などでは、騒音軽減のため、 レール間にバラストを敷いている。降接機の鉄道車両下部には、氷柱や氷懐が生じやすいが、バラスト軌道の場合にはこれらが、車両から軌道に落ちて、バラストが飛散し、車両本体や窓ガラスなどを損傷することがあるのに対し、スラブ軌道ではこの問題は発生しない。一方で、スラブ軌道は、バラスト軌道よりも、設置費用が高いだけでなく、 自然災害などで軌道に狂いが生じた際、これを修正するための時間と費用も増える。また、列車の速度向上に合わせて、カント角度の変更が必要になった際にも、スラブ軌道のカント角度変更には多大な時間と費用がかかるため、スラブ軌道の区間だけ、速度向上がされずに所要時間短縮の足かせとなる場合もある。東海道新幹線は、建設当時まだ、 スラブ軌道の技術が確立しておらず、前線はラスト軌道である。このため、同線の降雪区間である関ヶ原では、開通直後の冬依頼行き対策に頭を悩ませているが、長期間の運休を伴う大規模な改修工事は事実上不可能であり、現在もそのまま運用されている。未対策の陶器には、関ヶ原通過後、長距離にわたって、氷塊の落下による石羽で、 窓ガラスの破損事故が多発したため、初期には前後の駅で氷雪の書き落としを行った。現在は過去の被害状況をもとに、バラスと飛散防止シートが付設されている。なお、後年に建設された山陽新幹線以降は、区間によってスラブ軌道が採用されている。雪国を走る東北、上越新幹線はスラブ軌道で建設された上、 融雪用の温水スプリンクラーも完備している。ありがとうございます。